四講師とは、麻雀における役の一つ。役満。暗官、民公を問わず、講師を四つ作って上がった時に成立する。天な、九連法等と並び、麻雀で成立させることが最も難しい役とされる。四面つを、すべて講師として晒すため、天敗型は必然的に裸短期の形になる。 四暗行と同様に使用するパイに一切の制約がないが、そもそも一人で四回も、こうすること自体が難しい上、残る短期待ちを揃えなければならないとあって、この役満は、広く採用されているすべての役満、ひいてはすべての役の中でも、他の追随を許さないほど最も難しい役と言われ、四行詞の解約である三行詞ですら成立を阻害する要因が非常に多く、 薬満並みに難易度の高い薬となっているため、ましてや四講師が、なおさら難しいのは言うまでもない。その難易度の高さ、出現頻度の低さから、幻の薬満とも言われる。実際オンライン麻雀における集計では、広く採用されている11の薬満のうち最も、出現率の低い薬であるとの結果が出ている。一局内で四回の項が発生した場合、その壺は四回項による、 途中流局となるルールが多いが、一人が4回の行を行った場合は、例外で途中流局にはならず局が続行される。そのような状況、すなわち4行子の転敗者がいる状況では、竹は5回目の行を行うことができない。4回の項によって、すでに令状パーイがなくなっているためである。ただし、5回目の行を認め、それをもって流局とするルールも一部に存在する。 戦術の通り使用するパイの種類を限定するタイプの薬満ではないため、理論上は国士無双と旧連邦等を除く様々な薬満と複合可能である。4面すべてを暗観で構成した場合は4、暗光短期と複合するが、天な、地は、人はとは複合しない。これらには共通して地位ポン感があると無効になるというルールがあるためである。古いルールや一部のルールでは、 一人が四回の項を成立させた時点で四項子の数量とみなすという取り決めになっていることがある。その場合短期待ちを上がりきる必要はなく、四つ目の項における令状の打敗を終え、それに竹からの論がかからなければ、その時点で四項子の数量が成立することとなる。これは、いわゆるローカルルールではなく、四項子の元々の定義である。 そもそも中国の古いマージャンでは、四回の項をもって、無条件に流局となった。すなわち一人で四つ項を行おうが、複数人による四回項であろうが、展望の授受などは行わず実局に移った。しかしマージャンが日本に伝来し、大正末期から昭和初期にかけて、広く遊ばれるようになると、ルールが日本化される過程で細かい取り決めにも心話が取り込まれ、 昭和22から23年頃には、一人で四回の功を成した場合を四回功の特殊ケースとして、特別に1満万扱いするようになった。特殊な流局の際に、展望の授受を行うという点で、原因の四項子は、手役というより流し万願に近い。その後まもなく、弱党を揃えないのに、数量とみなすのは、おかしいという考え方から、四回の功の後さらに、 弱党を作る必要があるとするルールに移っていった。戦後になって、各種ルールブックもこれに従い、結果今日では、通常の4メンツ1弱党の役として、定義づけられている。なお、古くからのルールを踏襲する一部のジャンソーでは、現在でも、4項子は4つ目の項が成立した時点で、数量と認める弱党は揃えなくても良いとしているケースが見られる。 このパイ姿に限らず、四講子の天ンは必ず裸短期になる、大四期や大見元と並んで、四講子には、包み足が適用される。例えば数のようにすでに三つの講子を晒しているものに、大使暗行のを切った場合、おそらくこの三講子天ン者は九割九分これを、大民講子、四講子へ移行する。この時、を、大民講させたプレイヤーには、包みが適用される。 四公子が、その後妻は漁した場合は、包みになった者の一の人払いになる。論数量の場合は、宝珠者と包み者の折半の支払いになる。薬満衆議の支払いもこれに準ずる。なお、四つ目の項の成立をもって四公子の数量とするルールの場合は、おこりの大民項が完了した時点で、おこりを切った者の宝珠として扱われる。多岐の四公子を警戒するのであれば、 生パイを捨てることを避けるという手はあり、打ち手の意思で防ぐことが全くできないわけではない。しかし、それでも、大四期や大身元とは異なり、四公子は役の確定牌が自命ではない。そのため、四公子においては、包み足を採用しない場合もある。ありがとうございます。